よし、皆さん、ザ・グッズ・ザ・ナイトです。今日はちょっと楽しいのがレビューですから、今日は、ダンダダダン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 ダダダン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 ダ
2つの方ですごく、有名の銃ですから、第1つはさっきの撃ったのでジェームズ・ボンド007の、最初に使ったの拳銃、すごく小さいと使いやすいと、まあ、楽しいから面白いのウォルターの銃ですから、もう一つの方は、ヒトラー自殺使ったの銃もの情報の後ので、それはウィキペディアに初めてに来たので面白かったとですから、その、PPK の K はいっぱいの人はクルーズと思うから、ここにも間違いに書いてあるクルーズの方があると、クルーズはドイツ語にはショート短いの意味ですから、それ MP5K 短いのやつ、でもそれじゃなくてこの K は、クリミナル、それはなんとか悪い人の方ですから、クリミナルは、警察使いめる、それでなんとかおしり探偵でおしり探偵使おうみたいのインベスティゲーションみたいな人、ああこれでみたいのです。それですごく小さいと持つやすいとかけるやすいみたいのやつですから、すごくいい感じですけど、ハマーファイアとかダブルアクション1回には押したらこのハマーが動くと、それからハマーが動くからパパパパンにできるみたいなやつです。とマガジンは、20弾ぐらいに入れる、本物は8だけですけど20がちょっと多い、このこんなに小さいの銃から、マガジンがすごく簡単、これにも小さいの指キャッチのためにそんなに小さいのでグロック26みたいな感じです。でもサイズはだいたいグロック42-43と同じですから、指の銃手の銃と同じサイズですよね。とセーフティーにもあるので、セーフティーはそのレバーで、もしハマーが使ったら、ああ銃が必要ない、一回にセーフティーを押したらリセットになります。それがそのままでセーフティーに入れる。セーフティーまだ必要ないからね、座らないの方で。じゃあ撃つの方は、まあマルゼンが確かに安いですけど超いい音ですよね、いい音ぐらいですよね。スライドキャッチは、ボタンがないから中にのこのリリースの下には弾がないと上になるとキャッチになるですよね。それとマガジンの方はこっちもその空いてるの穴がちょっと大きいですよね。それただ弾なしにパンパン次第ならレバーのロックもありますよ。最初にはこっちの感じで邪魔しないとパンパンできます。それともういっぱい下にロックつけたらローディングに簡単に安全にできますよね。とマガジンリリースボタンがないからもう一回引いたら、リセットになります。22ラマピンキーキャッチガス入り、このとネジもあるとか、そのパンチピンからオープンにできますよね。じゃあ銃の中の方法は、開けるの方はこのトリガーガードに下がって後ろに引いて上に上がって前にスライドするとできますよね。ベルルの外の方はこのリターンスプリングに入っています。中にはガスのトリガーとか、簡単のデザインですよね。とこれでこれはマガジンキャッチでした。またかいこのやつが今日いっぱい外に出たいですよね。もし押したらそのままで中に戻す、ちょっと簡単、そのスプリングは気をつけないといけないですよね。それでリセットとマガジンが弾なくなると、ちょっと上がりと
ロックになりますよね。じゃあ戻すの方はスプリングはベルルに戻して、ベルルは中に、あれトリガーノーノー、少々お待ちくださいませ。Come on. Don't do me like that. ちょっとだけ面倒ですね。まあもしかして開けないの方がいいかな。もうできた。お、よいしょ、よいしょ。お茶の子さいざいさ。ちょっと2回だけに開けたの方法でちょっと難しいですよね。前には入られないのはそのスプリングがちょっとキャッチーになるから、それを気をつけてください。サイトが超簡単ですよね。もうそれでもすごくいい感じ、小さいと楽しいですよね。いい感じですね。それとマガジン取らないと直せないよ。まあ楽しみのボンドの超人気の自由ですから、サバゲーに使おうがあまりやらないと思うんですけど、超いい感じ、ターゲットにパン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 すると楽しみので、それと隠れやすいと、もしかしてなんとかQRF の楽しみのクイックリアクションゲーム、みんながそのままで番号が書いてるの方で、銃が見たら絶対あっとけど、見えないの時はその安全で、それとアナウンスの人は2人で戦うのは30番赤、10番黄色スタートと、そのままでその番号入ってるの人は銃に出して、みんなの奥には隠れると、それですぐにパパパパン戦うの方が楽しみと思います。でもそれ夜前にこれがあまり使わないのも安いからいい感じといいっしょね。そのレビューですから、じゃあマーキングもいっぱいあるのに楽しいやつですよね。じゃあレビューはそのままで、皆さんあれ見るのは楽しみで、ありがとうございます。じゃあまた次のビデオを作りましょう。じゃあ皆さんお疲れ様です。